はいどうも、ナビチャンネルのさけちゃんです。こんにちは。はい、本日お盆のね、連続出店せじって鹿島さん最終日でございますね。はい、最終日で今日ね、午前中私ちょっとね、集まりありまして午後柄の出勤になっちゃったんですね。で、店あげるのはそのママのお兄ちゃんとまーちゃんとにあげてもらっておりました。最後の日曜日ってことでね、どのぐらい人いたかちょっとわかんないけどね、今駐車場に着いたんで私もちょっと現場の方に向かいたいと思いますね。いやー、すんげえ暑いなこれ。外はカンカン照りでございます。とりあえず店頭の方に向かってみます。はい、よーんでね、今車降りで店頭向かうしたっけ。ケンちゃんが、はい、片付けの準備しててくれましたね。今日はね、ちょっと早めに上がりたいんで、お昼頃からねちょこちょこ運べる荷物運んでやりたいと思いますね。きんちゃんは昨日も夜もバイトで疲れバンバイな、これ。じゃあとりあえず手伝いますね。はい、おはよう。はいはいはい、とりあえず今軽トラック積んでね、本当の方にやってまいりました。お疲れ様でした。おはようございます。使っちゃうな、使っちゃうべ。今日持てる人いいんじゃねえこれ。今日寝坊した。そうなの、何時にしたの。9時です。あ、でも大丈夫だね。イーグレだったね、ちょうど。お兄ちゃん来てた。来てます。あ、珍しいな。一番初めに来るなんて、あいつ。え、とりあえずね、今ママ売り方しててくれてるんで、荷物の方運んでいきたいです。暑いな、今日こんな遅く何人じゃないから。よし、じゃあとりあえず荷物運びます。はい、はい、おはようございます。はい、ああはい、どうぞ。お客さん来た。ちょうどお昼ぐらいに来ちゃったもんだからね、今忙しいようですね。ああ、俺はまだケンちゃんとゆっくり荷物運んでおりますね。いや、暑くてみんなの動きも渋いなこれ。本当にね、普通の日曜日よりはだいぶお客さんいますね。今日やっぱり最後帰る国のね、これ。売りながらの片付けになりそうだけど、頑張ってやります。はい、はいはい、今ね、外すんげえ暑いんでね、それで一回倉庫に戻ってきて、ケンちゃんと二人で麦茶飲んでね、飲み物、水分補給してから荷物を下ろします。いやぁ、暑すぎっぺけん、これ。車が走ってないっすよ、ね、それ、全然走ってねえな、車。一台も走ってねえな。だって、高速からここに来る間に3台くらいしかすれ違ってねえもん、俺。本当にいねえな、車。みんな仕事してんのか。今日休み。あ、そうか。今日全国的には休みのようなんで、うちら仕事だからな。はい、ああ、まあ、頑張って、ちょっと休憩してやって。ダメだ、俺午前中会津あずまり行ってこのまま入ったからなんか眠い。とりあえずお茶飲みます。はい、はい、よー、じゃあね、今5時過ぎぐらいかな。はい、まーちゃんとけんちゃんとね、荷物あらかで運んでもらってね。はい、お疲れ様です。今日はなんか汗かいてねえな。いや、今エアコンです。サボってたべ。サボってない。だっていつも黙っててビショビショだくせによ。進んでたんで。え、エアコンでは、はい、一服してたべ。店員怒ってたあれ、見ろあれ。あったよ。え、疲れて帰ってんだけど俺。とりあえず今あの冷凍庫開けっからあいつ運ぶべ。はら、あ、うん、荷物はどう。荷物積んで撤収先は入んなきゃダメなんで、はい、だいぶカラッとしたでね、もうちょっとでは終わりたいと思いますね。はいはい、はいはい、片付け始めてね、はい、外もちょっと薄ら暗くなってもはや終わりでございます。キイチさん何食ってんの。かき氷。レモン味じゃねえか、うん、貴重な、貴重だと思うねこれ。うめえか。うん、何が、うんだ、おめえ軽トラックの鍵持ってっとったからよ。マチャと二人でフライやって軽トラックの鍵刺さってにかった。そうです、あれペットボトルの下さった。そうなの、うん、だってマチャ脱いでやってんの。あれは保冷車。これまさゆきこの野郎、おめえもこのおめえかき氷食いやがってこの二人でよ。いや、剣のせいにしてたぞ。え、軽トラとか剣持ってる雰囲気だったもん。さすがに鍵むき出しまってカッパラレス窓開けてんだから。あ、やる気満々だな。、まあ、とりあえずかき氷食ったら
もう帰る準備かな。終わりだから。帰り準備だけど、なかなか帰れねえな、これ。うん、帰りたい。でも今日、ケンちゃんとマーちゃんね、荷物はじめ倉庫の方に下ろしてくれたんで、ね、帰ってからがだいぶ楽だと思うよ、これ。いつもだと帰ってから2時間くらいかかるかな。え、帰ってからいつも2時間くらいかかるけど。もう帰っていいっすか。どこさ、お家に。おめえ今日一緒に俺酒飲むって言ったで。何が何がマーちゃんにはおめえ俺のこと乗っけてきてたっけよ。嫌ですか、明日仕事です。誘客なんで勘弁してもらっていいですか。マーちゃんと酒飲まねえから運転手にちょうどいいよな。こんな顔して酒敵も飲まねえんだと。やばくね。いかにも飲みそうだよな。うちのまーちゃんね、お酒飲まないんです。飲めねえのか。ちょっとは飲める。あ、でも好きじゃねえんだな。だったらあの麦茶とか飲んでた方がいいんだべ。はい、じゃあもうちょっとで終わるんで、かき氷食い終わるの待ってます。はい、はいよー。じゃあね、はい、とりあえず車に荷物積み終わりましたね。はい、じゃじゃん。疲れます。もう死に身で顔してた。まだあっと。でも今回はよ、初めケンとマーちゃん降ろしてたから楽だべ。帰ってからいつも勝ち盛りだからな、これな。車3、4台な。はい、本日まともに落とすのこれだけなんで、はい、行ってすぐ終わると思います。まあ、さっさとあっち吐き取りして行くべな。もう帰りでべ。俺も早く風呂入りで。なあ、とりあえずそこの方に戻ります。はい、はいよー。じゃあね、はい、無事に家に帰ってまいりまして、荷物の方落とし終わったようです。はい、皆様お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。健康食品トマトジュース飲んでるね。おめえ今心の中でバカたけしって食べ。違うよ。おめえヘラヘラ喋って荷物一個も落としてるべって思ってっぺ。おめえうんって言うな。おめえこの野郎、うんって言ったべ今。マーちゃんも思ってるのか。思ってない。ああ、そうか。思ってないですって。こっちは口に出したの。心の中では思ってる。そっか、あ、心だけでもって、ケンは正直だから言っちゃうな。マーちゃんはあれ、偽善な、偽善。え、思ってでも言わねえだな。蹴飛ばされないんだから。ケンは蹴飛ばさっちもいいもんな。M だからな。とりあえず、無事に、皆様のおかげで終わりたので、助かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、焼きそば今日いっぱい余ってるから、箱ごと持って帰ってください。ね、ケンちゃんも箱ごと。原発支給で。何？何？電話したから。臨時ボーラス。ど、あ、どう、まあ、東京行くだっけか。違います。あ、役者持ってくる。どこ行く？何？逃亡するの。逃亡するの？おめえ逃がさ、おめえ GPS 埋め込んだの知ってかからだね。え？おめえの体の中さな、GPS 入ってんだぞおめえ。これかけんの。だとここほら、ほらほら風邪べ。これあそこらこれ GPS なんだ。ああ、どうこれ。なかなか膝痛いねじるうちに一丁だから。あの大豆グレーの大きさの。まあ、とりあえず皆様のおかげで終わったんでよかったです。今回ねお盆出店10日間あったんですけど、いろんな現場ねかぶりかぶり大変だったんですけど、なんとか乗り越えましたな。やった。じゃあ俺もあずまりやって午前中行きやったけどな。 あとみんなともう喋っちゃくないんで疲れてな。疲ってるよ。え、ああ、どう使ってるだ。視聴者さかりで動画の方閉めますは。あ、指閉めじゃ早く閉めろと思ってっぺよめ。うん、うんって言ってる。じゃあ、ケンちゃん早く閉めろって。そういうことで。また何があったら動画回すので見てください。じゃあまた皆さん、バイバイ。じゃあ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。今日の撮れたがねえからな。なあ、バタバタしちゃってな。じゃあ、ケンちゃんまたな。まあ、俺の茶がいじくんなっこの。やあ、でも物も危ねえよ。それで、あばあ水すぎだわ。